こんにちは、東方神起です、はい、4月22日のシングルです。はい、シュアザワールド、ウィアーなんですが、いやあのこの2曲はですね、はい、まあ、あのワンピースのオープニーテーマソングになってるんですけど、そのオープニーテーマソングを合わせているシングルになってるんですよ。で、あのこの2曲とも、あのすごく爽やかで、あの楽しい曲だと思いますけど、皆さんあのワンピースが好きな皆さんだとみんな知ってると思います。僕大好きですよ。いや僕大好きですよ。僕も大好きです。一番大好きです。はい、どうぞ。違うじゃん。でもこの曲をシアジャワールドをレコーディングした時にですね、実際に僕たちも大好きなアニメだから、そうですね、楽しくレコーディングしましたよね。うん、そうですね。さ、あの We Are は元からのオリジナル曲があって、有名な曲だから、メロディーはもっと知ってたんですけど、それシアジャワールドは、いや、それも本当あれですね、盛り上がったんですよね。あ、これを初めて聞いて、あ、これはワンピースの曲だと思ったんですよ。トゥピース、いいと思います、はい、そしてまた今回のシングルの中からですね、中にはですね、あの曲が入ってるんじゃないですか。そうですね、明日は来るから、明日は来るからという、久しぶりですね。その曲はエンディングテーマソングでしたね。そうですかね、すごくなんかしっとりした希望的な曲で、皆さんこっちもぜひチェックしてください。はい、いい曲ばかりですね。サイトまたはお店でぜひチェックしてください。それでは東方神起でした。ワンピースタイアップ3曲収録、東方神起 New Single Share the World We Are 4月22日 On Sale Rhythm Zone。